僕のチャンネルとなっております。よー、はい、本日はですね、長崎トルコ食堂さんに行ってまいりました。こちらのお店は秋葉原駅電気街口の方ですね、のそちらの出口を出てすぐのところにあります、茶原という施設内にある、お店でございます。そちらのお店でいただくトルコライスがもう絶品で幸せいっぱいだということで、本日行ってまいりました。まあ、トルコライスは、ピラフがあって、その上にカツが乗って、そしてナポリタンがあるといった食べ物で、まあ、その他にもいろんなバージョンがあったりだとか、カレーソースになってたりだとか、いろんなね、パターンがあるんですけども、基本的にそういう形の食べ物でも幸せいっぱいだということで、本日やってまいりましたので、ご覧ください。本日のカレードン。はい、というわけで、ちょっと、動画を見てもらう前にですね、こちら、長崎トルコ食堂さんは外観と、メニュー表がちょっと撮影が NG だったということで、まあ、JR ちゃんとの兼ね合いもあるということなので、ちょっと口で説明しますと、メニューの方はですね、結構トルコライスいろんなパターンがありまして、カレーが主役のパターンだったりだとか、はたまたカレー単品があったりだとか、そしてトルコライスもかつピラフ、ナポリタンじゃなくて他のパターンでいろいろトッピングしてカツ乗せてみたり、まあ、いろんなハンバーグを乗せてみたりだとか、プラスして、ナポリタンを増量してみたり、サラダ増量してみたりだとか、セットでドリンクとサラダつくセットがあったりだとかね、結構たくさんメニューがあったので、何回か通ってね、このパターンのトルコライスにこれつけるのが好きだとか、この感じのやつにこれつけるのが好きみたいな感じで食べていくのがいいのかなと思います。そういったメニューの構成となりまして、本日は、一番人気のあちらいただいてきましたので、さあここからご覧ください。それでは続きどうぞ。本日注文したのはこちら、スペシャル長崎トルコライスでチョイス。圧倒されるそのボリューム感と内容量の素晴らしさに、もはや凄まじく食欲を刺激する、そんなワンプレート。みんな嬉しいハンバーグに、カツの上にはエビフライにアボガド、もちろんありますカレーピラフに、ナポリタンはちょっと多めで注文。色鮮やかなサラダも盛り盛り乗って、スープまでついてくる。それでは本日もいただきます。まずはそのカレーピラフから一口、口の中でふわりと広がるカレー感がこれまたうまし。カツも程よい厚みで食べやすくカットされ、ガツガツもちろん行きやすいやつ。ナポリタンは太麺でもちもちタイプ、個人的には味濃いめなのも好きなやつ。ここでカレーの小鉢をさらに追加し、まずカレーをテイスティング。スパイシーに仕上げられ、後から来る絶妙なビターな感じも大人感満載。このカレーを早速カレーピラフにかけて、カレーオンカレーで味わってみても、さらにカレー感アップで、これまた最高。その後はエビフライを食べてみたり、中もジューシーハンバーグを割ってデミグラスソースでしっかりこちらはこちらで味わう、これも最高。その後はアボカドをいただいたり、カレーにエビフライを浸したり、そのままサラダも食べてみたりと、いろいろカレーをかけてみたり、そのまま食べてみたりと、いろいろ楽しめるワンプレートへと変化。個人的にはこのカレーを頼んでかけて楽しむのがおすすめ。ハンバーグにカツ、ナポリタン、カレーピラフと、もう誰もが笑顔になれる、そんなワンプレート。最後にしっかりスープまで飲み干して、本日も完食。ごちそうさまでした。幸せしかない。まあ、カレーはもちろん美味しかったですし、カレーの方の、ね、単品で付けさせていただきました。まあ、カレーが主役のパターンのトルコライスもあったんですけども、全部乗ってるスペシャルなやつがいいなと思ってそっちにしたんですけども、いや、本当にカレーもね、後半からちょっとビターな感じもあって、ちょっとね、大人っぽいイメージ。それをスパイシーな感じで仕上げてまして、カツだったり、ピラフにかけてね、カレーオンカレーにしてみたりだとか、カレーピラフとカツいただいてみたりだとか、いろいろ、パターンが組み合わせれる、そんな幸せいっぱいのワンプレートとなってました。これはもう美味しいしかないと思いながら食べてたら、やっぱり美味しかったですし、カツのボリュームだったり、ハンバーグ、エビフライ、もちろんのナポリタンにカレーピラフと、もう本当に美味しいやつしかない、本当オールスターみたいなワンプレートで、お腹ペコペコにしていくのがいいのかなと思います。実際結構サラダのボリュームもあったので、脂っこいみたいな感じではなくですね、そっちをつまみながらちょっとね、リセットしたりだとかもいけますし、個人的に、ま、カレーもさることながらナポリタンがめちゃくちゃ美味しかったです。もう秋葉原ならではの一品じゃないかなと思います。
します。はい、というわけでカレーにとりこな生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆様、また次回、バイバイ。